自己紹介と自己 PR お願いします。おはようございます。サンミュージックの田辺真奈葉です。高校2年生の16歳です。特技は2歳の頃から習っているクラシックバレエです。よろしくお願いします。本当だね。あ、いい育ちをグリグリってしたい。そうそう、アイドル育成番組なんですけども、どんな感じに育成してもらいたいですか？あんまり喋れるタイプじゃなくて、でもすごく喋りたいんですよ。自分的にはいっぱい自分のことをもっと話したいし、自分をもっと出せたらいいなってすごい思ってるんで、そういう面でお話のこととかをいっぱい勉強できたらなって思ってます。芸能界でさ、売れるために必要なものは愛嬌って書いてあるけど、すごい愛嬌あるよね。すっごい愛嬌あるよね。私ですか？うん。なんかあんまり言われたことないです。愛嬌ある、愛嬌ある。大丈夫？怖がって、なんで怖がってんのかな。古橋奈美ちゃんと友達って書いてあるけど、本当に仲いいの？古橋舞ちゃんと友達って書いてありますが、はい、本当に仲いいの？はい、お出かけしたりいっぱい話したりします。なんかいろいろ私も相談したりしたら、もうすごい真剣に話してくれて、その NHK の番組でなんかチア部っていうのが結成されたんですよ。でそれで古橋と自分もいて、そこからなんか仲良くなりました。やばいやばい。じゃあ、はい、歌をね、はい、最後に歌ってもらえますか？ねえさあ、歌えさあ、歌えさあ、歌えさあ、ファンの方と同じようになんか立ったりして盛り上げてください。田辺ちゃんの周りをぐるぐる回りながら。はい。前に来たって、なんでしゃがんで、座って、待って、はい、ありがとうございます。最高だったよ。最高だったよ。よかった。あ、俺も盛り上がりすぎちゃったよ。俺もね、ちょっと盛り上がりすぎちゃった。ごめん、だからあんま見てなかったよ。だからね、あんま見てなかった。最低。ちょっと難しいです。愛ちゃん、最後に俺に聞きたいことは何かありますか？なんか私はアイドルになりたかったんですけど、ずっと周りに行ってこなかったんですよ。親にも友達にも事務所の人にも全く言わないで今まで来て、今年の夏に初めて親に行って、で1個受けたんですけど、初めて夏に落ちてしまって、本当に悔しくてしょうがなくて、なんか言わないできたから、その思いが今すごく強くて、本当に本当に本当にアイドルになりたいって今思ってるんで、だからもしご縁があって選んでいただけるなら、本当にちゃんとしたアイドルになりたいって思ってるので、それはよろしくお願いします。じゃあ終わりますか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。さ、冷めたあれ、何やってんの。上げる、逆に上げる、よいしょ。開ければいいの。森さん、開けてあげて。うん、あ、あいな。ありがとうございます。君面白いね。